姿勢ガイドのコーナーです。今回は市民交流課から交通安全の取り組みについてをお送りします。皆さんこんにちは。すっかり季節も秋となり、日が暮れるのも早くなりましたね。さて今回は交通安全の取り組みについてお送りします。お話しいただくのは市民交流課の松野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて松野さん、交通事故や交通トラブルは連日ニュースなどで報道されていて、日常生活を送る上で交通安全は最も注意しなければいけないものの一つと言えますね。そうですね。交通事故は尊い命を失う場合もありますし、被害者にも加害者にもなるかもしれませんので、決して他人事ではありません。市内でも交通事故は多く発生しています。こちらは令和2年1月から8月までの交通事故の発生件数です。8ヶ月間で津市内だけで5000件近くの事故が発生しているんですか？はい。そのうち人身事故は364件で、事故により7人の方がお亡くなりになっています。7人のうち5人が高齢者なんですか？そうなんです。市内に限らず全国的に高齢者の死亡事故が多いんです。そして日没が早くなるこの季節は、特に夕暮れ時の交通事故が多発する傾向があります。やはり夕暮れ時は薄暗いので車や歩行者が見えにくくなりますからね。事故を防ぐためにはどのような点に気をつければよいのでしょうか？はい。車も歩行者も自分の存在を知らせるために目立つようにしてください。歩行者はできるだけ明るい服装や反射材を活用し、周囲に自分の存在を知らせてください。また自動車、オートバイ、自転車などを運転する方は、存在を知らせるためにも夕暮れ時または天候に応じた早めのライト点灯に心がけてください。10月からはちょっと早めのライトオン運動を実施中ですので、夕暮れ時になったら周りの車がつけていなくてもライトの点灯をお願いします。そして交通事故の加害者、被害者にならないためには、交通ルールを守ることが大切です。横断歩道は歩行者優先、シートベルト、チャイルドシートを正しく着用、煽り運転、速度超過は厳禁。他にも飲酒運転やスマホを見ながら運転するながら運転も禁止です。交通ルールを守って交通事故ゼロを目指しましょう。それでは次に交通安全の取り組みについて紹介します。市では交通ルールや交通マナーについて学んでもらおうと、市内の幼稚園や小学校などで交通安全教室を開いています。交通安全教室を実施したのは津市立阿能幼稚園です。この日は3歳から5歳の園児が交差点の渡り方や標識の意味などの交通ルールを学びました。はい、そしたら丸い信号の黄色と一緒です。もうすぐ赤になりますよっていう合図なので。指導に当たっているのは津市交通教育プロバイダの2人です。津市交通教育プロバイダは交通安全教室での指導や交通安全行事に参加していて、現在は市内で4人が活動しています。指導員は子どもたちに命の大切さについて話し、道路は右側を歩く、
信号は守る、飛び出しをしないの3つの約束をしていました。そうです、信号を守る、子どもたち真剣に学んでいましたね。そして信号機や標識などを使い実演してみせることはとても効果的だと思いました。はい、市内の幼稚園、小学校や高齢者福祉施設などで交通安全教室の開催をご要望の方は市民交流課までご依頼ください。また津市交通教育プロバイダーを募集しています。活動内容は交通安全教室での指導や交通安全行事への参加などで20歳以上65歳未満の方が対象です。詳しくは市のホームページをご覧いただくか市民交流課までお問い合わせください。ところで井上さんはサポカー補助金という言葉を聞いたことはありますか？サポカー補助金ですか？耳にしたことはありますが詳しくはよくわかりません。サポカーとはセーフティーサポートカーの略語で、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術でドライバーの安全運転を支援してくれる車のことです。そして今回津市が行っているサポカー補助金とは、高齢ドライバーが安全運転支援装置のない自家用車でのペダル踏み間違いや交通事故の防止、事故時の被害を軽減するために安全運転支援装置の購入設置費を補助する制度です。市では三重県と連携して補助を行っています。対象は令和3年3月31日までに70歳以上となる方で、ご自身が使用する自家用車に限ります。補助金額は支払った購入設置費の2分の1ですが上限があります。なるほど、安全運転支援装置を自家用車に後付けすることができるんですね。日頃から備えておくと安心かもしれません。ただしご自身の自動車に装置が設置できるか、また装置を販売・設置するお店が補助の対象店舗かどうかを事前に確認する必要があります。一度市民交流課までお問い合わせください。松野さん、話は変わりますが、来月から自転車の放置禁止区域が拡大されると聞きましたが。はい、11月から被災駅周辺の自転車やバイクの放置禁止区域を拡大します。被災駅もきれいに整備されましたからね。そうですね、被災駅周辺で自転車やバイクを駐輪・駐車する場合は有料のポルタ被災公共自転車等駐車場か被災駅東口公共自転車等駐車場をご利用いただくか、無料の被災駅前第1・第2公共自転車等駐車場をご利用ください。放置されている自転車やバイクはどうなるのでしょうか？はい、放置禁止区域に置いてある自転車やバイクは撤去し市で保管します。また放置禁止区域以外でも道路や公園などの公共の場所、公共自転車等駐車場内に7日間以上自転車などを放置した場合も同様に撤去します。返還の際は撤去保管料が必要です。道路、歩道、公共の場所は本来自転車やバイクを駐車する場所ではありません。放置自転車は歩行者や車の通行を妨げ、火災などの災害時には消火・救急活動の支障となります。利用者一人一人がルールとマナーを守り、放置自転車がないまちづくりにご理解とご協力をお願いします。わかりました。放置自転車・バイクをなくして住みやすいまちにしたいですね。今回は交通安全の取り組みについて市民交流課の松野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の内容に関するご質問は市民交流課 059-229-3142 までお問い合わせください。